皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今日は、先週発売になりましたリファフィンガーアイロン、私も実際に使ってみたレビュー動画や発売前の機能性能のご紹介の動画を上げております。気になる方はそちらの方も、チェックお願いいたします。で、今回はですね、こちらのリファフィンガーアイロンの1週間使ってみたデメリットに気づいてしまいましたので、まあ、ちょっとね、そちらを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずこちらのリファフィンガーアイロンというのはコードレス、コンセントがない、どんなところでも手軽にささっと髪の毛を直せるっていうのがすごくポイントかと思います。で、プラス充電もしながら使えるっていうところがかなり他のコードレスのアイロンにはない強みかと思います。ただですね、その充電しながら使う際に注意点があったんです。私ね、気づかなくって、実際に充電しながらやろうとかって思った時にできなかった、使えなかったんです。で、それがなぜかというと、付属の USB はついているんですけれども、アダプターはついていないんですね。で、ただただ充電をするだけだったら、どのようなものでも構わない、つなげられれば OK なんですけれども、充電しながら使うとなると大きい電力を送ることができるようなアダプターじゃないと使えないんです。だからこの iPhone のこの小さいよくあるアダプターありますね、これ使えません。で、もう一つ大きい高速充電器、これも iPhone のやつですけども使えません。で、何が使えるのって言ったら、こちらの MacBook とかを充電するようなでっかいやつあるじゃないですか、これじゃないと充電しながら使えなかったんです。なんじゃそれはと思って、私もこれで使えると思ってたからちょっと残念でした。と思って、なんかまあいいんですけどね、充電コンセントで充電しながら使うってなると、まあご自宅で使うことが多かったり、まあ充電し忘れちゃってパパッとこうコード持って行ってとかっていうこともあると思うんですけど、さすがにMacBook の大きいアダプターは持ち運ぶの大変でしょ。だってこれよりもだってかさばりません？ちっちゃいバッグに入らないもん。ちょっとね、そこは私のがっかり点でした。まあでも最悪充電していなくてお家でも使いたいとか、私ね、結構アイロン初心者さんにもおすすめなんですよ。なんかいざアイロン買おうと思ってもどれ買えばいいかわからないし、髪が傷むから今まで使ってなかったっていう方も多いので、ちょっとアイロン始めたいなとかっていう方には結構使いやすくて、まあいいんじゃないかなと思っていたので、まあちょっと家でもね、使うってなった時にちょっと不便なんですけど、まあ夜の間にね、充電していただいて朝使うっていう形でお願いできればと思います。2つ目、やはりフィンガーアイロンと言いますので、ちょっとこう指先に近いようなコンパクトさなんですよね。なので小さいです。手のひらサイズ19センチですし、このアイロンの厚くなるところはこんなに小さいんですよね。なのでやっぱりロングの方とか、まあ、ボブでもすごくうねりがたくさんあってちょっとしっかり伸ばしたいっていう方は時間がかかるかと思います。やっぱりね、髪の量によってアイロンする時間って違うと思うんですが、基本的にこれは本当指先でつまんでカールを入れる、前髪だけ入れる、遅れ毛だけ入れる、毛先だけ入れるっていう感じなので、正直ちょっとこう全体を入れたいとか、ロング髪が長かったり多かったりってする方はこれだけだとちょっと、家でねしっかり他の大きいサイズのアイロンでセットをして、で出先で整えるんだったらいいんですけど、最初からこれだとちょっとね厳しい、なんかコスパが悪いっていうんですか、4時間半充電にかかって使えるのは30分、まあ、15分 ×2 なんで、ちょっと4時間半充電したのになんか1回で使って終わりっていう感じになりそうなので、まあちょっとね、髪が長い方とか、まあ本当に直すっていう感じ、指先で
ちょっとこう動きをつけたいとか、そういったのが得意なアイロンになるので、万能かと言われると、まあちょっとこう向き不向きがあるのかなというふうに感じました。はい、最後なんですけれども、まあこれはよくあるというか、まあ普通の iPhone の充電とかでもそうなんですけど、ここになんかこう蓋がないので、持ち運びの時になんかこう濡れてしまったりだとか、ゴミが入ってしまったり、ホコリが詰まってしまったりすると故障の原因になりやすいなと思ったので、まあ上はねこうやってキャップをして、でカバンの中にしまうと思うんですけど、まあここだけどうしてもちょっとこう汚れないようにというか、中にホコリとかが詰まらないようにちょっとなんか工夫があったらよかったなーって、故障しづらいだろうなーと思いました。いかがだったでしょうか。私が個人的に感じたリファフィンガーアイロンのデメリット3つでした。まあ実際にね、皆さんも使ってみて、いいところってね、もういっぱいあるんですよ、これ。もういいところだらけなんですけれども、まあ感じたことがあれば、こういうのはこういうふうに使うといいよとかっていうのをコメント欄でね、情報共有できたらいいなと思いますので、ぜひぜひ私のコメント欄も活用していただければと思います。では今日はですね、私が個人的に感じたリファフィンガーアイロンのデメリットをご紹介いたしました。今後もですね、こういう商品の紹介だったり、私は横浜でボブ美容師として、ボブが大好きな美容師として活動しています。なんかこういうこと聞いてみたいなとか、悩みがあるとか、動画でこういうこと教えてほしいっていうのがあれば、コメントの方でご要望いただければ、ちょっとこう頑張って撮ってみようかなと思いますので、ぜひぜひご活用ください。では今日も動画を見てくださってありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。